はい、そしたら先に体重測ります。 4.65。 はい、はい、お姉ちゃん、はい、一緒にね、一緒に来たね。あ、うんこした。あら、あらあら、また怖がってきた。ごめんなさいって。はい、あ、すいません。いい、ごめんね、ありがとう。イブちゃんはあの後ろ足の突っ張るって、そうなんですよ。お母さんが言いましたけど、どうすればいいですかね。うん、歩けない？歩きます。その突っ張れるときは歩かないんですよ。でしばらくしたらまた歩いて、またうんこ。今もちょっと神社に連れて行ったら歩いて、わっ、いっぱいしちゃった。ごめんね、はい、またできよう、ま、はい、どうぞ。おっと、押した。いっぱいした。なんでさっき線やったとシャンポって言ったでしょ。力入っちゃったね。ごめんねって。いいね、刺激になったもんね。まだそこら辺にあるごたって、もうちょっと待っとこ。まだしちゃう。ちょっとお尻疲れてしたくなった。よし、もうよかったな。あり、よかったよ。大丈夫。落ちないようについててくださいね。持ってて、落ちないように。足が突っ張る？そうなんです、ね、後ろ足、はい、この前右で次は左で、でまた時間が経ったらまた歩く。ちょっと椎間板ヘルニアがあるかもね。なのかな。年とともに変形性脊椎症が出てきて、これは痛がっとるだね。はははうん、膝のお皿は外れんけんね。はい。先生に見てもらったら安心やね。喋られんけんね、わかるね。そうです、言い切らんけんね、お母さんが心配しても。まあ老年性変化やけん、様子見るしまかもしれんね。はいはい。でも食欲はあってね、ちゃんとあって、はい、ね、元気にしてる、それさえ、はい、なければ、コウタンこっちおいで、コウタンこっち、はい、ごめんね、ここに何で動かせる、ね、ちょっと我慢して大丈夫。ちょっと近すぎるね。頑張れ。頑張れ。お母さん、おお。お母さんの安心するわ。本当本当。おお。おお、リコさん。ここもリコさんよって教えてください。リコさんや。キンキランモンケンね。本当ですね。動きたかけどやっぱどうしてもね。そうそうそう。よし、やるか。痛くなかったろ？痛かったね。ちょっと見てたもんね。よし。痛かったと？オッケー。まあ、安心やろ。ここやったら安心やろ。よし。やったー。ゆびちゃん OK。 ゆびちゃん OK。